こんにちは。ミートゥーラボ講師の石田です。今日は和砂山について解説していきます。じゃあまず問題を見ていきましょう。四角1番、周りの長さが 62cm の長方形があります。横の長さが縦の長さよりも 7cm 長いとき、この長方形の面積はいくつでしょうっていう問題です。じゃあまず図を描いていきましょうか。周りの長さが 62cm の長方形で、横の長さが縦の長さよりも 7cm 長いってことは、こういう長方形が考えられますかね。よいしょ。で、今周りの長さっていうのは、当たり前なんですけど、縦の長さ、横の長さ、縦の長さ、横の長さなので、縦プラス横の長さプラス縦プラス横の長さ、これが62cm ってことは、今縦の長さと横の長さは、62÷2、縦プラス横イコール62÷2で 31cm となります。じゃあ和砂山の問題なので、線分図を書いていきましょう。じゃあこっちに線分図書いていきます。線分図、和砂山の問題では絶対線分図を書くようにしてください。で、縦の長さ、横の長さと書いてあげて、こういうふうに線分図を書いてあげましょう。今、縦の長さよりも横の長さの方が7センチ長いので、横の長さが縦の長さよりも長くなるように切ってあげて、で、今この合計が31センチになります。縦プラス横で、ここが点線で書いていきます。ここが7センチメートル。よいしょ。で、そしたら、線分図考えるときにどっちかに揃えて考えたいんですが、今日は横の長さの方に、じゃあ揃えて考えていきましょう。じゃあもし縦の長さがこの7センチ分だけ長かったらどうなるかって言ったら、ここの部分があったらちょうど横の長さが2つあることになりますね。っていうことなので、この31センチメートルに7センチメートルを足してあげると38になりますが、これはこことここの横の長さが2つになります。横の長さかける2なので、横の長さかける2が38なので、横の長さが38割る2で19センチになります。で、縦の長さは横の長さよりも7センチ短いので、縦は横引く7センチで、19引く7センチで12センチとなります。でも今求めてほしいのは長方形の面積になるので、もちろん長方形の面積は縦かける横で表すことができるので、今求めて縦の長さと横の長さを使いましょう。そうすると、12かける19、これを解いてあげると、筆算してありましょうね。12かける19は、12かける9が108、12かける1が12なので228になりますね。なので求める長方形の面積は228平方センチメートルということになります。よし。この問題で大事だったのは、まず図形をちゃんと書くことと、線分図を書いて情報を整理することで、最後ちゃんと面積を求めてあげられるかってことでした。それでは。